はい、いくかつです。今回は折り紙と爪楊枝で作るコマを紹介します。とても簡単にできて楽しいコマです。ぜひ作って遊んでみてください。この動画以外にも折り紙3枚で作るよく回るコマや平面のコマの折り方の動画も配信しています。概要欄からチェックしてみてください。それでは作っていきます。折り紙を3分の1に折りたたみます。上下の角を折ります。もう1枚も同じように折ります。角は2枚とも同じ方向に折ります。2枚を合わせます。中心に穴を開けます。この時穴の開けすぎには注意してください。ほんの少しで大丈夫です。穴に爪楊枝を通します。これで完成です。よく回る位置がどこか、爪楊枝の位置を調整して遊んでください。穴が広がりすぎて爪楊枝が抜けるようであれば、テープをつけるといいですよ。身近な材料でとても簡単にできる折り紙のコマです。誰が一番よく回るか競争するのはもちろん、回った時の折り紙の色の混ざり具合を見ても面白いですよ。ぜひ作って遊んでみてください。材料です。別動画でよく回る紙コップのコマや牛乳パックのコマの作り方も紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。またこの動画が役に立った、よかったと思った方はSNS でのシェアもお願いします。コメントもいただけるといくかつが喜びます。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。